皆さんどうも、キサでございます。で、今日は新シリーズってことで、なんと女の子に大人気の、そう、サボテンだのトゲ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 、そう、あのメイク動画で使われたあのサボテンだの針の作り方を皆様にお教えしたいと思ってるよ。それじゃあDIY 動画始めるぞ。まずは黒い紙を用意していただいて、そしてハサミで半分に切りましょう。ハサミを使いたくない人は素手でやっても大丈夫だよまあミスったらあんたの責任だから、私は何の関係もねえからな。それで紙を丸めていきます、ストローみたいに。次はな、後ろから指を突っ込んで、上に、押すようにちょっと回していきます。はあ、これくらいがちょうどいいかも。そのあと真ん中にテープを貼って止めていく。下の部分をチョキチョキして平らに仕上げるのだ。ベースを作らないといけないので紙をカットしていくよ。 Make three tiny cuts in the bottom of the straw。 切り口を開いていただいて、サテライト状態に変更。どう見えても、適当すぎだろこれ。それでね、ノーリスティックを使っていただいてですね、ベースとストロークつけていくんだね。1サイドだけを長くしておいて、残りのいらない部分は全部カットしよう。形的に五角形になっちゃったんですけど、別に違う形にしちゃっても大丈夫だから。で、頭につけるときは長い方をヘアピンとかで留めるだけだ。あと、この動画がいいと思ったら高評価忘れないでくれよ。